はい、皆さんこんにちは。大和市民吹奏楽団の働く平団員、田代邦幸です。私どもの第37回定期演奏会、今画面の下の方に案内が出ていると思いますけれども、今回の演奏会ではこの楽器が大活躍します。皆さんこの楽器何というかご存知でしょうか？これはユーフォニアムという楽器です。英語ではユーフォニアムと発音します。それでは私に続いて発音してみましょう。ユーフォニアム。 Very good。 それではこの楽器どんな音がするんでしょうか？今回の演奏会ではユーフォニアムのソロとして安藤恭平さんに来ていただきます。安藤恭平さんに演奏していただくパントマイムという曲の冒頭を吹いてみたいと思います。すいません。